こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。やってきました幕張メッセということで、この距離感じゃ分かりづらいか、あ、ここありますね、幕張メッセ。今回は健康時縄第2ホール、駅からだいぶ遠いということで、新駅の幕張豊砂から歩いたんですけど、でもやっぱり遠い、15分ぐらいかかりましたね。ホール2というのがですね、去年までは幕張メッセのインタービーって展示ホールのここ6、7、8あたりでやってたんですけども、こちらが駅で幕張、海浜幕張駅ということなんですけども、こちら側ではなくって一番遠いこの展示ホールの2、こっち側でやるということで、今回は、でも反対側の駅からでも15分、やっぱり遠かったということですね。ホール2、キャノンさんの手前下のところに KPI というのが見えまして、 KPI の右側に健康時縄があるはずということで、健康時縄ちょっと見えないんですけどね、だいたいあの辺りキャノンさんと富士フィルムさんがあって、キャノンさんよりも手前側というところにあります。で、健康時縄ブースですが、今回はこれ初出店、フォーマット入ってくるですね。これとあとは健康サムヤンレンズベビーという案内があって、こちら側が、はい、ツアイスという看板があります。ツアイストキナーと来てますね。こういった具合で、まあ、いろんなブランドの製品が出てますよということを明示しているということですね。で、レンズカウンター、私がいるのはこのツアイスの文字の下あたり、このあたりになるということで、まだ施工中なんですけども、これから施工が出来上がったら、様子を見ていこうかなというところですね。下の現場シミュレーションですね、ここがサムヤンのコーナーで、 VF と2470、あと35150と、あとはマニュアルアダプターとシネキットということで並べていきますね。そしてトキナーのコーナーが奥にレフレックスの SZ プロ 300mm、600mm、900mm があって、手前に11、18とフィリンの 100mm、 あとは SZ の 33mm と 8mm というふうに並べます。そしてここがレンズベビーオムニということで、今回重機をねちょっと変えて立てる形にしたので、もうちょっと効率よく並ぶかなということで、これだけクリエイティブシステムの基本キット、ラージとスモールがあって、あとはユニバーサルエクスパンションパックとユニバーサルエクスパンションパックウィズセイプスですね。そして手元にカラーエクスパンションパック、クリスタルエクスパンションパックという全キットが並んでいるという状態。そしてこちら側がツアイスで、バティスの5本ですね、 18mm、25mm、40mm、 そして奥に 85mm と 135mm で、さらにここにツイートの 50mm ということで、これだけ並べています。今回これでもうコーナーギチギチいっぱいという感じなんですが、これが搬入日に一遍シミュレーションをして、まあ、このまま置いておくとね、盗難とかね、あと汚れとかの問題がありますから、もう速攻これから撤収しようということですね。